にちは、トガシ TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。2024年開始をしました。片貝海岸です。早速海の家、今年1回目の海水浴楽しみたいと思います。ありがとうございます。いやー、千葉の海大丈夫なんでしょうか。人が全然いない。人いないね。これはちょっとやばいですね。いくら平日だからって言っても、7月下旬の平日でこんだけしか人いないというのはちょっとまずいんじゃないでしょうか。まあ私が心配してもしょうがない。今年は2軒の海の家が並んでます。出てますね。こっちの夕凪さん行きたいと思います。今年も海の家夕凪さんです。卵でスタミナ漬けだって。卵でスタミナ漬けってある。スタミナ漬けって何？わからん。なめろうもあるじゃん。どこある？ああ、なめろう。いやいやいや、もう今年もあって。いやいや、全然全然全然。いやいや、でもね。大した店じゃない。いやいや、全然全然。あ、こっちはでしょ。一番最初の海の家でビールいただきます。ちゃんと醤油のお皿もくれてて、あれ、ありがとうございます。はい、すいません。おー、美味しそう。ありがとうございます。来年、まあでも大丈夫でしょう。なめろうです。いただきます。なめろうです。今年も来ました。よっ。この生姜がつけてくれてるのがいいね、ここはね。いただきます。まあ、ウィンビール。なんていうんだっけな、これ一般だよね、これ。いただきます。うん、うまっ。これハマグリ何種だっけ。スタミナ、スタミナ漬け。おいしい、おいしいです。まあ海です。せっかくだから必要のない絵かもしれないけど、私も海の家でビールいただきたいと思います。はい、すいません。チャーハン来ました。チャーハン来ました。美味しそうです。このチャーハンこんな感じでパラパラですね。それにスープもついてます。これいいですよ。海の家でこれだけ食べてたらね、やっぱり海の家いいですね。ゆうなぎさんです。それではチャーハンいただきます。
か見た目で。さすがに太陽が当たると暑いから日陰に移動しました。ちょっとアングル変わってるかもしれないけど、さすがに暑い。いや日陰入ると涼しいね。涼しいよね。さすがにね、太陽がもっと当たるとこはね、暑かった。あれ無理だった。じゃあどうぞ長波食べてください。長波ちょっと暑い。暑いの。あっちなんだこれ。今だから今調理したてなんでしょ。だから、昨日取れて冷凍じゃないですよって言ってたから。何今の典型的な。何やねん典型的な。じゃあ長波の食べ方、ちょっと長波ね、暑いんですけど、長波の食べ方は失礼でしょ。暑いな。ちゃ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 。本当に暑い。こうしてこれをちょっとここにあれが種みたいなのあるけど、これ取ってこれすんげえ沈んでいく椅子が砂だから熱いようやらんわ。こう入れて、あちゃ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 、ぐるっと回してうまい取ります。刺すのが甘かった。で下の方まで、下の方まで、下の方まで食べたよ。しじゃあこれで OK。隠しまでしてくれた。上手。すごい。取っていただきます。これが千葉の長波ですよ。いただきます。味ついてるのね。いただきます。これにビール。すごい。なんか嬉しい。嬉しい。で醤油と生姜つけて。美味しい。美味しい。めっちゃ美味しい。うまっ。やっぱ冷凍じゃないのは違うんだ。うん、あ、おっきいね、しかもね。これが大きいのかよくわからない。多分大きいと思う。うわ、見た目ね。うわって言う。見た目悪いんだけど。うわって言います？美味しそう。美味しそう。普通に今日はあの水着も着ないで、あの私に付き合ってくれた妻です。ありがとうございます。生姜も、あ、大丈夫。美味しい。美味しい。美味しい。いい感じです。なんで砂とか出てくる？どうやって砂？いや、もう砂抜き思いっきり頑張ってするんじゃん。どうやって砂抜くんだ、こんな。結構奥深い。奥深いね。海に来れて、海に来れてよかったです。あと何回か来たいと思いますんで、今後も海水浴動画よろしくお願いします。ありがとうございました。千葉の海です。他にも海水浴動画撮ってますんで、ぜひとも見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。いやいいですね、やっぱ今年も海に来ましたよ。いや
やっぱりね、千葉の海最高です。あのテントは、あ、テントじゃない、あのパラソルみたいな海の家で借りるようなパラソルです。いやー、このどこまでも続く海岸がいいですよね。ありがとうございます。わざわざ協力していただきましてありがとうございます。ちょっと手にいろいろ持っちゃってるんですいません。ありがとうございます。はい、ということで行ってきました。今年1回目の海水浴です。いや、やっぱりいいですね。そしてこのなんとなくこう冷える、海に入ってこう冷えるこのバシャバシャ感というか、そういう感じがね、またいいもんでした。やっぱり千葉の海水浴場いいですね。この間湘南の方のね、海水浴場通りをいろいろ通りましたけど、まあ、そこにはね、海の家とかいっぱいあっていいなとは思ったけど、でもやっぱり千葉の海の家これしかないけど、湘南に比べたら本当何十分の1みたいな感じになっちゃってるけど、それでもやっぱね、千葉県生まれの私からしたらこの千葉の海水浴が最高です。楽しかったです。また今年もあと何回か来たいなと思っております。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。グッドポーズです。